アベル・フェーブルはフランスの画家、イラストレーターである。リヨンで生まれた。1886年からリヨン国立高等美術学校で学んだ後、パリの国立高等美術学校、アカデミー・ジュリアンでジュール・ジョゼフル・フェーブルやバンジャマン・コンスタンに学んだ。画家としては1894年にアントウェルペンで開かれた国際博覧会の展覧会で3等のメダルを受賞し、 同じ年にリヨンで開かれた国際展でも入選した。1903年から国民美術協会の展覧会に出展した。風刺雑誌スリールやラシエット・オブールやレリールに多数の風刺画を寄稿した。第一次世界大戦中にフランスの戦争遂行のための宣伝ポスターや国際を宣伝するポスターを制作したことでも知られている。ルイモラン。 シャルル・レアンドルラと共に漫画家協会の設立メンバーであり、理事を務めた。作品はアメリカ国立医学図書館、ミシガン大学、ニューヨーク近代美術館、ブルックリン美術館などに所蔵されている。ありがとうございます。